オマハはアメリカ合衆国中西部のネブラスカ州東端部に位置する都市である。シカゴとデンバーのほぼ中間に位置し、その地域はアイオワ州との宗教になっているミズーリ川の西岸に広がっている。人口は486,051人で、ネブラスカ州では最大全米でも第39位の規模である。オマハに群長を置く。 ダグラス軍を中心に、ミズリ川を挟んで、ネブラスカ・アイオワ領州の8軍にまたがり、対岸のアイオワ州カウンシルブラフスを含む、都市圏は96万7604人。この都市圏に、フリーモント小都市圏を加えた、広域都市圏は100万4771人の人口を抱えている。オマハは1854年にミズリ川の渡し津に、 創設され、ネブラスカ巡州の巡州都が置かれた。初期は、カウニシルブラフスからミズーリ川を渡る、ローンスターフェリーという渡し船の存在によって、西部への玄関口と呼ばれ、やがて、ユニオンパシフィック鉄道の起点となり、大陸横断鉄道の連接点として発展した。19世紀末から20世紀初頭にかけては、中買、卸売業や、 生肉業で発展する一方で、違法ギャンブルや売春がはびこり、人種間の緊張が高まり、正解のボスとその配下の市長、及び犯罪集団の誘着もあり、治安が悪化した。20世紀中盤には、シカゴをしのぐ、生肉業の中心地となったが、その後低迷した。しかし、1980年代からダウンタウンを建て直し、九百九十年代に、 地域経済構造を多角化し、その後は再び成長へと向かっている。今日では、オマハは、オマハの賢人ことはオーレン・バフェット率いる、バークシャー・ハサウェイをはじめ、フォーチュン500に入る企業が4社本社を置き、電気通信などのハイテク産業や、バイオマス・エタノールといった新しい産業も、生まれてきている、中西部経済の一角を担う、ビジネス都市としての地位を確立している。 また、オマハは、教育、文化の中心地でもある。オマハには、集水市の私立大学である、クレートン大学を、はじめ、六校の四年生大学とネブラスカ大学の、医学校がキャンパスを構えている。スミソニアン協会の定型博物館でもある、ダーラム博物館や、ジョスリン美術館、全米最大級のコミュニティシアターである、オマハコミュニティプレイハウス、 世界有数の動物園であるヘンリー・ドーリー、動物園など、文化施設も豊富で、ニューヨーク・タイムズなど、他地域の有力誌でも取り上げられている。カレッジワールドシリーズが開催されるのも、このオマハである。ローガン・フォントネル教のオマハ氏がある。この地には、ヨーロッパ人が入植する以前には、様々なネイティブアメリカンの部族が住んできた。17世紀には、この地には後に、 使命の由来となった、オマハ族を、はじめ、17世紀初頭に、オハイオ川下流域からこの地に移住してきた、スーゴ族系のポンカ族や、ポーニー族、オット族、ミズーリ族、及びアイオワ族が住んでいた。オマハという語は、断崖絶壁の上に住む民を意味した。1804年、ルイス・クラーク探検隊はその旅程の中でこの地を通り、 7月30日から8月3日まで、現在のオ間ハから北へ、約30キロメートル、カウンシルブラフで、オト族及び、ミズーリ族の州長と会合した。その後、そのすぐ南の地域には、リサトリデ、アトキンソントリデ、カバンネの交易所フォントネルの交易所と、アメリカ人の毛皮交易所が、次々と建てられた。ジョン・ジェイコブ・アスターのアメリカ毛皮会社が、 毛皮取引を独占するまで、毛皮取引業者は、熾烈な競争状態に置かれていた。また1846年には、2500人のモルモン京都が、ロッキー山脈へと向かう道中に、この地に、カトラーズパークという名の宗教都市を作った。この入植地は長くは続かなかったが、後年の開発の礎になった。その後、ネブラスカの先住民は、 連邦政府と26に上る条約を締結し、その土地を少しずつ合衆国に割譲していった。現在のオマハ市を含む、州中東部の土地の大部分は1854年にオマハ族から割譲された。この条約の締結にあたって、重要な役割を果たしたのが、オマハ族の通訳で、フランス系とオマハ族の血を引くローガン・フォントネルであった。 1857年、ネブラスカ巡集会議事堂の建設費用に充てるために、初代オマハ市長、ジェシーローが発行した1ドル銀行券、ネイティブアメリカンの土地への入植が、合法化されるよりも以前から、オマハ開拓の第一人者と言われる、ウィリアム D ・ブラウンは、アイオワ州カウンシルブラフスからミズーリ川を渡る、ローンツリーフェリーという渡し船を運航していた。 カウンシルブラフスからオマハへ移入する権利の主張の高まりは、1854年のカンザスネブラスカ法、可決の予兆となった。同年7月4日、キャピタルヒルでのピクニックにおいて、オマハは非公式に創設された。その後間もなく、土地の所有権を主張する者や、オマハ創設の党たちの土地に侵入する者たちの自刑組織として、オマハクレームクラブが結成された。 そういった者たちの得た土地の一部は、後に、ネブラスカ巡州会議児童の誘致に使われ、現在では、オマハのダウンタウンになっている、当時スクリプタウンと呼ばれた地区になった。巡州会議児童は、オマハに建てられたが、1867年に、ネブラスカが、州に昇格すると、州とは南西80キロメートル離れたリンカーンに、移された。その後、1870年、 連邦最高裁判所は、ベーカータイモートン裁判において、オマハクレームクラブ側の行為の違法性を認める判決を出した。オマハ創設の党たちの多くは、ダグラスハウス、もしくはコッツェンズハウスホテルに寝泊まりしていた。初期の開拓者たちは、1858年に、ネブラスカ巡州議会の認可によって作られた、プロスペクトヒル墓地に、その後の南北戦争、 米西戦争の戦没者たちと共に眠っている。また、パイオニアカレッジパークおよびスピリット・オブ・ネブラスカズ・オイルダネス・パークの二つの彫刻公園は、オマハ開拓の歴史を現代に伝えている。オマハからサクラメントへの大陸横断鉄道の経路。青線が、ユニオン・パシフィック鉄道。オマハはその初期から、陸路。 および水流川を遡る水路の両方において、西部へと向かう、交通の要衝となり、中買、卸売業地区もできて、経済が発展した。1862年、オマハから西へ向かうユニオンパシフィック鉄道の建設が、連邦議会に認可され、翌1863年に着工した。着工から6年後の1869年に、 ユニオンパシフィック鉄道は、ユタジュン州プロモントリーサミットで、カリフォルニア州サクラメントから東へと向けて建設が進められていた、セントラルパシフィック鉄道と接続し、全米初の大陸横断鉄道として開通した。お前橋市において、大陸横断鉄道と並んで重要なのが、1883年に、サウスオマハ地区に完成した、ユニオンストックヤードである。 ユニオンストックヤードの完成から20年の間に、全米5大生肉業者のうちの4社がオマハに拠点を置いた。1950年代には、オマハの労働者人口の半分は、生肉業、もしくは食肉加工業に従事していた。19世紀後期から20世紀初頭にかけてのオマハの、地域経済成長は、生肉業、卸売業、及び鉄道によってもたらされた。 市内の鉄道交通も発展していった。1867年に開業したオマハ馬車鉄道は市内の至るところに乗客を運んだ。1884年にはオマハケーブルトラムウェイ会社が開業し市内にケーブルカーを走らせた。1888年にはオマハカウンシルブラフス鉄道協梁会社が ミズリ川を渡って、オマハカウンシルブラフス漁師を結ぶ、ダグラスストリート橋を架けた。トランスミシシッピ国際博覧会1893年に、開かれたシカゴ・バンコク博覧会の成功を目にした、オマハのリーダーたちは、オマハでもこうした、博覧会を開こうと、1898年に、トランスミシシッピ国際博覧会を開催した。また、時を同じくして、 全米500部族以上の先住民が集まって、インディアン会議が開かれた。ノースオマハ地区内、カウンツェプレイス地区のカウンツェ公園及び、オマハドライビング公園で行われたこれらのイベントには、合わせて200万人以上が来場した。1920から50年代にかけて、ノースオマハ地区には、ティリー・オルセン、ウォレス・サーマン、ロイド・ハンター、アナ、メイ・オイルバーンといった。 創作家が住み、この地区で文化が花開いた。また、1923年にこの地区に建てられた、ジュエルビルディング内のドリームランドボールルームでは、カウントベーシー、デューク・エリントン、ダイナ・ワシントン、アール・ハインズといった、全米的に名の知れたジャズ歌手、奏者が歌唱、演奏した。鉄道や、精肉行等での職を求めて、オマハへと集まった移民は、やがて死の至るところに、 エスニックエンクレーブを形成していった。アイルランド系は、サウスオマハ地区にシーリータウンを作った。サウスオマハにはまた、イタリア系のリトルイタリーやチェコ系のリトルボヘミアも、作られていった。一方、ドイツ系は、ユダヤ系や南部から流入した、アフリカ系とともにニアノースサイド地区に住み着いた。とりわけ、ドイツ系は、一時期流星を誇った。 オマハのビール醸造業の発展に寄与した。19世紀後半に入ると、オマハの上流階級は、ミッドタウン地区内のゴールドコースト地区や、フィールドクラブ地区、ノースオマハ地区内のベミスパーク地区やカウンツェプレース地区に集中するようになった。彼らは、造園家、ホーレスクリーブランドが設計した波木道で、地域中に広がる公園を巡って回った。 ジェームズ・ラールマン19世紀末から20世紀初頭にかけてのオマハの治安は悪く、ギャンブルや飲酒、売春が横行した。こうした行為は最初は赤線地区であった、バーント地区で、後にスポーティング地区で流行った。1890年頃からオマハを牛耳っていたボス、トム・デニソンの後ろ盾を得ていた、犯罪集団はデニソンの配下で、 1906年に市長に就任し、その後8期にわたって務め、高級的な市長とまで呼ばれた、カウボーイジムことジェームズ・ダールマンの庇護化で勢力を伸ばしていた。1881年のミズーリー川大洪水のような自然災害も、この町の暴力を沈めることはできなかった。1882年に起きたキャンプダンプストライキでは、暴徒化した労働者を鎮圧するために、 州の民兵が動員され、全米的な注目を集めた。州知事は、バーリントン鉄道のストヤブり労働者を守るために、近隣のフォートーマハに駐屯している、合衆国陸軍に出動要請をしなければならなく、なった。合衆国陸軍は防衛のために、ガトリング砲やカノン砲を配備した。このストライキでは、死者一人、重軽傷者数人を出した。 1891年には、上皇というアフリカ系の荷物運搬婦が白人の少女を交換したとして、集団リンチ事件が起きた。1900年には、地元製肉王の15歳の息子、エドワード・クダヒーが誘拐される事件が起こり、全米的な騒動になった。オマハの赤い夏暴動でリンチ殺害され、ボートたちに囲まれた中で焼かれたウィル・ブラウンの遺体、そこに、 人口の急増、住宅の過密化、そして職を求める競争の激化によって、オマハの人種間、民族間の緊張は高まっていった。20世紀に入る頃には、新しい移民に対する暴力がしばしば疑念や恐怖をもたらした。また、労働闘争が激化するにつれて、オマハの経営者は、 アフリカ系の労働者をスト破りとして雇用するようになり、これも人種間の緊張を高めることになった。1909年には警官がギリシャ系住民に殺害されたことへの報復として3000人の白人男性、少年がサウスオマハ地区のギリシャ系収獣地区で暴動を起こし、収獣地区を破壊した。1913年の復活祭の日曜日に起きた。 竜巻では、ミッドタウン地区の大部分に加えて、市のアフリカ系集中地区の大部分が破壊された。1919年には、赤い夏と呼ばれる、全米的に、人種暴動が頻発した中で、アフリカ系労働者、ウィル・ブラウンが、白人女性を強姦したとして、オマハでも暴動が起きた。ボートは、サウスオマハ地区から、ダグラス軍庁舎へ行進し、 囚人を炙り出すために、軍庁舎に火を放ち、100万ドルを超える損害を出した。その後、ボートはブラウンを吊るして射殺し、最後はその遺体を焼いた。この暴動を鎮圧し、サウスオマハへこれ異常人が集まらないように、そして、ノースオマハのアフリカ系住民を守るために、フォートオマハから軍が出動した。オマハにおける、公民権運動は1912年、 ミシシッピ川異性では初めて全米国人地位、工場協会の支部がオマハに置かれた時に遡る。1947年には、クレートン大学で、主に同学の学生とアフリカ系のカトリック信者が集まって、公民権運動団体でポレスクラブが結成された。1960年代後期になると、ブラックパンサー党が勢力を増し、公民権運動が、 アフリカ系民族主義へと発展していった。広島市に原子爆弾を投下したエノラゲーはオファット空軍基地で作られた1929年に始まった。世界恐慌の後、オマハの地域経済は軍需産業で盛り返した。1940年、オマハのすぐ南に置かれていたオファット空軍基地にグレミエル・マーティンの工場が置かれ、創業を始めた。 この工場では原子爆弾を広島市に投下したエノラゲー及び長崎市に投下したボックスカーを含む521機の B-29 が製造された。第二次世界大戦の終結後、1948年には戦略航空軍団がオファット空軍基地に移転し、オマハに大きな経済効果をもたらした。1950年代後半以降、 全米各地で、週刊高速道路の建設が進められ、オマハでも I-80、その支線である I-480 や I-680、及びノースオマハフリーウェイといった高速道路の建設が進んだ。これらの高速道路は、市の発展を促した一方で、特にノースオマハ地区において、地区社会の分断をもたらした。 1950から60年代にかけて、ウッドメンオブザワールドやオマハ相互など40社以上の保険会社がオマハに本社を置いた。1960年代後半には、オマハはハートフォードやニューヨーク、ボストンをしのぎこそしなかったものの、それらの都市に匹敵する保険業の中心地になった。1950年代後半に、精肉業で、 シカゴをしのいだオマハであったが、その後1960年代に入ると、それまでオマハの地域経済を支えてきた鉄道と、生肉業が共に、構造変化の波に遭い、1万人が職を失った。オマハが地域経済構造を変革させていくのにはしばらく、時間がかかった。この打撃を、 特に大きく受けたのはアフリカ系住民で、その集中地区であったノースオーマハ地区においては貧困が広がった。1960年代だけで、ニアノースサイド地区のノースにフォースストリートでは大規模な人種暴動が3度起こり、地区の経済基盤が破壊され、復興するまでには数十年を要した。1968年4月に、 マーティン・ルーサー・キング・ジュニア牧師が暗殺されると、その絶望感から、すでに貧困層が大多数を占めていた、ローガン・フォントネル団地をはじめ、ノース・オマハ地区で複数の暴動が起こった。ウッドメンタワーン・レイヒー・モール・オールド・マーケット1969年、ダウンタウンに30階建て、高さ145.7メートルのウッドメンタワーが、建てられたのが、オマハ再生の,のろしであった。 1970年代以降、オマハの地域は西へと広がり、7セカンドストリートより、西のウェストオマハ地区に、白人を中心に人口が集中するようになった。一方、ノースオマハ、サウスオマハの、両地区は、新しい移民を呼び込み、経済的、人種的に多様性を増していった。また、1970年代後半に入ると、 ジーン・レイヒー・モールの設置やオマハ公立図書館の本館である W. デール・クラーク図書館を皮切りにダウンタウンの再開発が始まった。1980年代にはオマハのダウンタウンの果物倉庫がオールドマーケットというショッピングエリアに生まれ変わった。1989年には荒廃していた倉庫街ジョバーズ・キャニオン歴史地区の24棟の建物を 取り壊し、跡地に粉グラフーズの本社が置かれた。しかし、国家歴史登録財に登録されていた、当時全米最大の歴史地区であった、ジョバーズキャニオン歴史地区を、取り壊しに同意しなければ、本社を移転すると脅してまで取り壊させた、粉グラフーズ社のやり方には批判も多く、これを契機に、歴史的建造物保存の機運が高まった。 ナッシュブロックなど周辺の建物のいくつかはコンドミニアムへと姿を変えた。オマハの生肉業流星の象徴であったストックヤードは家畜取引所を除いて取り壊されたが、家畜取引所は1999年に国家歴史登録財に登録され多目的ビルへと転用された。しかし再生が進む一方で1980から90年代にかけて、 少なからぬ企業の本社がオマハから離れていった。円論の起源の一つであった、ノーザン天然ガス会社は1930年にオマハで創業したが、1985年にヒューストン天然ガス会社と合併した後、本社がヒューストンに移された。大手クレジットカード決済会社であった、ファーストデータは、1971年にオマハで創業したが、オマハから、 デンバー都市圏へ、そしてアトランタへと移転した。1982年にオマハで創業したバルコムを起源の一つとするイナコムは2000年に倒産した。ノースウェスタンベルは1896年の創業以来オマハに本社を置いていたが、1991年に US ウェストに合併され、その本社が置かれているデンバーに移転した。 レベル3コミュニケーションズを呼び、MFS は共に、オマハに本社を置く、ピーター・キュー・イット・サンズ社から、スピンオフした会社であるが、前社は1998年に、コロラド州ブルームフィールドに移転し、後社は1996年にワールドコムに、合併され、その本社が置かれていたミシシッピ州クリントンに移転した。ワンファースト、ナショナルセンター21世紀に入ると、 ダウンタウンでは超高層ビルや文化施設の建設が相次いだ。2002年に完成したワンファーストナショナルセンターは45階建て、高さ193.3メートルの超高層ビルで、それまでオマハで最も高いビルであったウッドメンタワーをしのいでオマハで、そしてネブラスカ州内でも最も高いビルになった。2004年には、 ユニオンパシフィック鉄道の新しい本社ビルである中級階建て高さ96.6メートルガラス張りの高層ビルユニオンパシフィックセンターが完成した2005年にはジーン・レイヒー・モールのすぐ北にホランド演技芸術センターが開館したダウンタウンの北部クレートン大学キャンパスの東のノースダウンタウンと呼ばれる地区にはスローダウンというライブ音楽会場や フィルムストリームズという映画館、センチュリーリンクセンターオマハという多目的アリーナが相次いで完成した。センチュリーリンクセンターオマハの近くには2011年に TD アメリトレードパークオマハという野球場が完成した。ボブ・ケリー歩道橋ダウンタウンの水売り川側ウォーターフロントの開発も進められてきた。2008年には水売り側に架か,かる全長914メートルの 歩行者、自転車専用のしゃばり橋、ボブ・ケリー歩道橋が完成した。この橋のすぐ近くでは、二棟のコンドミニアムからなる、リバーフロントプレイスが開発され、2011年に完成した。また、オマハのウォーターフロント開発が進むにつれて、対岸のカウンシルブラフスでも、独自にウォーターフロント開発が進められている。リバーフロントプレイスの他にも、 ダウンタウンやミッドタウン地区では21世紀に入ってからコンドミニアムの建設が相次いでいる。ミッドタウン地区においてはアクサーベンアリーナの跡地に開発されたアクサーベンビレッジやオマハ総合保険会社が進めているミッドタウンクロッシングアットターナーパークといったコンドミニアムと商業施設を組み合わせた複合型の大型開発が進められてきた。一方、 1970年代以降、住宅地として発展してきたウェストオマハ地区では、21世紀に入って、ファーストナショナルビジネスパークなどの大型商業地区開発が進められるようになった。オマハと、近隣主要都市との相対的な位置オマハは、北41度15分25秒、成形95度56分27秒。 北41.25694度整形95.94083度、41.25694-95.94083 41. に位置している。シカゴとデンバーのほぼ中間にあり、そのいずれからも約 800km である。シュートリンカーンからは北東へ約 80km である。ダウンタウンの標高は 333m である。市は、 中西部のネブラスカ州東部、ミズーリ川の西岸に位置している。ミズーリ川の支流であるプラット川は、市の西を呼び、南を流れ、南高のプラッツマウスでミズーリ川に合流する。市内の土地はダウンタウンのみならず、各所で整地され、現地形から大きく変えられている。イーストウマハ地区は、ミズーリ川の氾濫源に広がっており、三日月湖であるカーター湖が形成されている。 ネブラスカ・アイオワ州教は、このカーター湖の部分だけ、1892年に、下された、連邦最高裁判所の判決により、ミズーリ川の急流路、つまり、カーター湖で引かれている。そのため、カーター湖の南側は、アイオワ州の飛び地になっており、同州カーターレイク市として法人化されている。また、かつては、カーター湖の北に、フローレンス湖があったが、 1920年代に、干上がった。オマハカウニシルブラフスフリーモント広域都市圏オマハ、カウニシルブラフス都市圏フリーモント小都市圏アメリカ、合衆国国政調査局によると、オマハ市は総面積338.20平方キロメートルである。そのうち329.16平方キロメートルが、陸地で9.04平方キロメートルが水域である。 総面積の2.67%が水域となっている。都市圏はダグラス郡を中心にネブラスカ州の5群及びアイオワ州の3群にまたがり、その面積は11,287平方キロメートルである。地理的にはオマハはアメリカ合衆国の中央部にあると考えられている。この地域において自然生息地に大きな影響を与える。 環境的要因には、外来種の植物の蔓延、プレーリー及びバーオークソリンの復元、及びオジロジカの個体数のコントロールなどが挙げられる。オマハの気候は蒸し暑い夏と乾燥して、寒さの厳しい冬に特徴付けられ、気温の年角差の大きい内陸型の気候となっている。最も暑い7月の平均気温は、約摂氏25度、最高気温の平均は、 約摂氏30度で、日中摂氏32度を超えることは平年で月に10日程度である。最も寒い1月の平均気温は氷点下摂氏4度、最低気温の平均は氷点下摂氏10度で、ほぼ毎日気温が氷点下に下がる。降水量は夏季の5月から8月にかけては多く、月間95から1 2 0ト、mm、ル程度。 逆に冬季の12月から2月にかけては少なく、月間15から25ミリメートル程度である。春季、秋季には、月間40から75ミリメートル程度である。年間降水量は780ミリメートル程度で、ある。また、冬季の12月から3月にかけての、月間降雪量は10から15センチメートル、年間降雪量は67センチメートルに達する。 ケッペンの気候区分では、オマハは艦隊出潤気候に属する。オマハの各地区の位置ダウンタウンミッドタウンセントラルオマハ、イーストオマハノースオマハノースセントラルノースウェスト、サウスオマハサウスイーストサウスセントラルウェストオマハ、ミラードエルクホーンオマハ公園、並起動システムに含まれる、ターナーブールバードとレブンワース公園オマハの街路は、市のほぼ全域にわたって、 一マイルあたり十二ブロックの密度で整然と区画され、南北それぞれに住居番号がついている。南北に通る通りには数字がついたものが多く、水利川から離れるほど数字が大きくなる。南北に通る通りはドッジストリートを境に南と北に分かれる。また、フローレンスブールバード、フォントネルブールバード、ソレンソン公園道路など19世紀後半に ホーレス・クリーブランドが設計した公園の美しさと車を運転する上での快適さを兼ね備えた並木道もよく知られている。これらの並木道はオマハ公園並木道システムとして2013年に国家歴史登録財に登録された。リトル・ボヘミアの中心に立つプラーグホテル上手に示すようにオマハは大きく13の地区に分けられる。また、 オマハにはその社会経済的な多様性を反映する、新旧様々な地区及び郊外がある。古くは、リトルイタリー、リトルボヘミア、リトルメキシコ、グリークタウンといったエスニックエンクレーブが形成された。国勢調査のデータによると、1880年のオマハには5つのエスニックエンクレーブがあったが、1900年には9つに、増えている。20世紀に入ると、 オマハは、フローレンス、ダンディー、ベンソン等、周辺の自治体や集落を、次々と合併していった。また、同じ頃、ダールマンや、バーリントンロードを含むサウスオマハ全体を合併した。1857年に、市史上初めてのイーストオマハから、最も直近の2005年のエルクホーンに至るまで、オマハは、周辺自治体、 集落の合併において常に成長に着目してきた。ウェストオマハの住宅街1950年代以降、高速道路網の発展や住宅地の開発が進み、1960年代に人種間の衝突が高まったことも相まって、白人中流層は郊外のウェストオマハへと流出し、いわゆるホワイトフライトが起こった。一方、新たにオマハに流入した。 貧しいものは、ダウンタウンに近い、古い家に住んだ。その中で成功したものは、新しい家を求めて西へと流出した。郊外は、ゲーテッドコミュニティができたり、エッジシティに発展したりしていった。しかし、1980年代以降、オールドマーケットや、ターナーパーク、ギフォードパークの再開発や、オマハ鉄道商業歴史地区の指定など、 ダウンタウンやミッドタウンの再生が進められるようになった。今日ではオールドマーケットは国家歴史登録財に登録されている歴史地区であるのみならず各種店舗や飲食店、ギャラリー等が立ち並ぶ繁華街にもなっている。ジョバーズキャニオン歴史地区で唯一生き残ったナッシュブロック。現在はグリーンハウスというアパートになっている。オマハには 歴史的建造物が数多く残っている。1989年にジョバーズ・キャニオン歴史地区及び地区内の24棟の歴史的建造物が取り壊されて以来、オマハでは歴史的建造物保存の機運が高まった。ダグラス郡では10箇所以上の歴史地区及び150以上の歴史的建造物が国家歴史登録財に登録されている。そのうち、 フラナガン神父の少年の家、総会定ハザード、及びオマハユニオン駅の3つは、国定歴史建造物にも指定されている。また、オマハ市歴史建造物遺産保存委員会は、独自にオマハ歴史建造物を指定しており、市長や市議会と共同で、歴史的建造物の保存に当たっている。このほか地域の重要な歴史組織としては、 ダグラス軍歴史協会などが挙げられる。ダウンタウンに立つオマハ市長者オマハは市長制をとっている。市長は市の行政の長であり、1956年に採択された市憲章の定めにより、市政府の7つのつぼねを管理、監督する。これら7局のうち、法務局の局長は文官から選出されるが、後の6局については、 市長が各局長を任命する。市長の任期は4年で、全市からの投票で選出され、他選には特に制限はない。オマハ市市場を最も長く市長を務めたのは、8期20年以上に渡って務めたカウボーイ事務ことジェームズ・ダールマンであった。ダールマンの任期中にはオマハでバーが繁盛したため、ダールマンは全米で 最も飲酒に寛容な市長とみなされていた。ダールマンは当時オマハを牛耳っていたボス、トム・デニソンと近しかった。また、ダールマンの任期中、市政府はそれまでの市長制から委員会制に移行した。1956年、市検証の定めにより、市政府は市長制に戻った。市の立法機関である市議会は7人の議員からなっている。 7人の市議員は、全員が市を7つに分けた、小選挙区から1人ずつ選出され、その任期は4年である。市長は、市議会の採択する条例に対して拒否権を持っているが、市議員5人以上が賛成の場合は、拒否権は無効となる。オマハは、連邦会員のネブラスカ第2選挙区に属している。ネブラスカ州の3つの選挙区はいずれも共和党が、 優勢であるものの、第2選挙区は都市部の選挙区ということもあって、シュートリンカーン及びオマハリンカーン領主郊外の属する第1選挙区や農村部にあたる第3選挙区と比較して、共和党と民主党の勢力がきっ抗している。1999年以降、ネブラスカ州は大統領選挙において、従来の州全体の勝者が、 州の全選挙人を獲得する方式から、州にはあり当てられた、選挙人のうち、下院選挙区ごとに選挙人を一人ずつあり当て、残りを州全体の勝者が獲得する方式に移行しているが、2008年の大統領選挙戦では、バラク・オバマ陣営は、州内最大、かつ最も多様性に富む都市であるオモハに着目し、 第2選挙区の選挙人を獲得すべく、オマハ市内3カ所に選挙事務所を置き、15人のスタッフを配置した。民主党系の市長マイク・フェイヒーは、この選挙戦で、このネブラスカ第2選挙区の選挙人をオバマに獲得させるためなら私は何でもすると述べた。ネブラスカ州選出の民主党系、元連邦上院議員、ボブ・ケリー、及び、 現職連邦上院銀弁ネルソンもオマハの選挙戦ではオバマの応援に駆けつけた。この選挙ではオバマが第二選挙区の選挙人を獲得し、ネブラスカ州での選挙人獲得数は負け意味4、オバマ1となった。民主党候補がネブラスカ州で選挙人を獲得するのは1964年のリンドン・ジョンソン以来44年ぶりのことであった。 オマハ市警察本部現代のオマハの治安は、全米平均よりはやや悪いものの、近隣の主要都市と比べると良い部類に入る。モーガン・クイットノーのデータによると、オマハはの治安は、リンカーンや、スーフォールズよりは悪いが、デンバーや、デモインとはほぼ同程度で、ウィチタよりは、ややよく、カンザスシティよりは、かなり良い。しかし、歴史上のオマハは、治安の悪い町であった。 1850年代に創設されてから1930年代までは、オマハはあらゆる類のギャンブルが事実上認められていた、無法地帯であった。1930から70年代には、オマハのギャンブルは、イタリア系犯罪集団に牛耳られていた。20世紀中盤には、オマハは違法ギャンブルや売春、麻薬取引の中心地となっていた。そこに、 人種間の緊張や失業、貧困が相まって、オマハの治安は悪化した。1986年に、ロサンゼルスのギャングがオマハに支部を設けると、オマハの暴力犯罪率は急上昇した。1990年代末から2000年代初頭に、かけては、ギャングによる暴力犯罪や、オマハ市警察とアフリカ系住民のコミュニティとの間で、起きた数々の事件によって、 ノースオマハとサウスオマハのグループ間の関係が悪化した。それ以降では、主にサウスオマハに住むヒスパニック系住民が、貧困や、新しい社会への適応、差別に苦しんでいる。今日では、オマハにおけるギャンブルは木の宝くじを呼び、パリミューチュエル方式のもののみが認められており、カジノは違法とされている。一方、アイオワ州では、一切のギャンブルが合法であり、 カウニシルブラフスでもカジノが営業している。2008年、ネブラスカ州のポンカ族が、周囲をオマハシ域に囲まれたアイオワ州の飛び地になっているカーターレイクにインディアンカジノを建設することを全米インディアンカジノ委員会が承認すると波紋を呼んだ。バークシャーハサウェイの本社が置かれているキュイットプラザ20世紀中盤までは、 鉄道と生肉業に支えられていたオマハの地域経済は1990年代以降銀行業、保険業、電気通信業、建設業など多角化が進んできた。ニューズウィーク市は2001年ハイテク産業に最も適した全米10都市のうちの一つにオマハを挙げた。オマハでは全米的な光ファイバーネットワーク網が6つ集まる。 2016年のフォーブス氏のビジネス及びキャリアに良い場所ランキングでは、オマハは全米で対象200都市中46位、中西部では9位にランクされている。オマハにはフォーチュン500に入る企業が4社本社を置いている。上表に挙げたもの以外でオマハに本社を置く。主な企業としては、世論調査、コンサルティング会社、ギャラップのオペレーション本社や、 証券ブローカーの TD アメリトレード、航空貨物のワーナーエンタープライゼズ、バイオマスエタノール製造のグリーンプレーンズ、電気通信のウエストコーポレーション、地元銀行のファーストナショナルオブネブラスカ等が挙げられる。また、地域への雇用という観点では、これらの企業に加えて、オファット空軍基地や、アレジェントヘルス、メソジストヘルスセンター、ネブラスカメディカルセンター、 ネブラスカ大学メディカルセンターといったヘルスケア産業も重要である。エプリーエアフィールドオマハの玄関口となる商業空港はダウンタウンの北東を約5 5トルイーストオマハ地区に立地するエプリーエアフィールドである。同空港には主要航空会社がそれぞれのハブ空港からの便を発着させており、22都市に年中運行の直行便がある。 ダウンタウンへと入る I-480 週間、高速道路 I-80 は、市南部を東西に通っている。I-80 は、ニューヨーク都市圏からサンフランシスコ市内まで大陸を横断する幹線で、ネブラスカ州においては、唯一の一級週間高速道路である。この I-80 の支線である I-480 は、ダウンタウンを取り囲むように、 その北と西を通っている。I-480 の北西端からは北へ、国道75号線が、ノースオマハ地区まで高速道路になっている。もう一本の支線である I-680 は、市の北端と西部を通っており、オマハの外角環状線になっている。I-680 以西のウェストドッジロード及び、国道275号線は、 オマハとフリーモントとを結ぶ高速道路になっている。I-29 は、オマハ市域は、愚か、ネブラスカ州域すら通過していないが、カウニシルブラフスで I-80 と交わっており、オマハ都市圏から南へは、カンザスシティ方面へ、北へは、スーシティスーフォールズ、ファーゴ方面へと通じている。アムトラックのオマハ駅。写真左は、バーリントン鉄道駅。 オマハは大陸横断鉄道の起点となり、アメリカ合衆国の交通史上重要な位置を占めたことから西部への玄関口と呼ばれた。当時の大統領エイブラハム・リンカーンの大統領令では、ユニオン・パシフィック鉄道の起点はカウンシルブラフスとされたが、実際に建設の起点となったのはオマハであった。水売り側に橋が架けられ、 カウンシルブラフ水道とオマハイ製の鉄道がつながったのは1872年のことであった。20世紀中盤には、オマハには主要な鉄道のほとんどが通った。20世紀後半に入ると、週刊高速道路網の整備が進み、鉄道の町であったオマハにおいても自動車が陸路交通の主役となっていったが、ユニオンパシフィック鉄道駅は1971年に、 バーリントン鉄道駅は1974年にそれぞれ国家歴史登録財に登録され、さらに1996年にはこれらの駅を含む地区全体がオマハ鉄道商業歴史地区として国家歴史登録財に登録され、その映画の歴史を現代に伝えている。バーリントン鉄道駅の隣には1983年にアムトラックが建てた新駅舎があり、 シカゴとサンフランシスコとを結ぶ、長距離列車カリフォルニアゼファー号が、シカゴ方面、デンバーソルトレイクシティエメリービル方面とも、1日1便、停車する。ダウンタウンの南、オールドマーケットの南東端、アムトラック駅の北には、グレーハウンドと提携している、バーリントントレールウェイズのバスターミナルがある。このバスターミナルには、 同社のシカゴ方面やデンバー方面へのバスのほか、ジェファーソンラインズのカンザスシティ方面や、スーフォールズ方面へのバスや、エクスプレスワローのデンバー方面や、州内のフリーモントコロンバスノーフォークへのバスが、発着する。また、メガバスは2017年1月に、ガソリン価格の低下による需要の低迷を理由に、 シカゴ・オマハ間の便を廃止したものの、同年3月にウィンザーラインズ社との提携により、リンカーンまで延伸して復活させた。この便は1日1往復で、オマハのほか、デイモイン、アイオワシティ、およびモリーンに停車する。市内の公共交通機関としては、オマハ市交通局の運営する、メトロトランジットという路線バスが運行されている。 この路線バスもは28系統を有し、オマハ市内のほか、カウンシルブラフスや、南港のベルビューもカバーしている。クレートン大学、クレートン大学は、ダウンタウンの北西、I-480 と国道75号線の、交わるジャンクションの北東角に132エーカーの、キャンパスを構えている。道学は1878年に創立した。 カトリック系の中規模私立総合大学で、教養学部、経営学部、看護学部、私学部、法学部、医学部、薬学部の7学部と大学院を有し、約8000人の学生を抱えている。また、同学のスポーツチーム、ブルージェイズは、NCWA Division I のビッグイストカンファレンスに、所属し、男子6種目、女子8種目で競っている。クレイトン大学は、 US ニュース＆ワールドレポートの大学ランキングでは全米の総合大学の中で100位前後の評価を受けている。また、同学は日本のイエズス会系大学である上智大学と交換留学協定を結んでいる。ネブラスカ大学オマハコネブラスカ大学オマハコはダウンタウンの西約 6.5km。 セントラルオマハのドッジストリート沿い南側にキャンパスを構える。同校は、リンカーンの本校やカーニー校とともに、ネブラスカ大学システムをなす、州立総合大学である。同校は、教養学部、経営学部、教育学部、コミュニケーション、芸術、メディア学部、情報科学技術学部、行政、コミュニティサービス学部の6学部と大学院。 200以上の専攻プログラムを有し、約1万5000人の学生を抱えている。同行のスポーツチーム、マーベリックスは、NCWA d ビジョン I のサミットリーグに所属しており、男子6種目、女子9種目で競っている。このネブラスカ大学オマハ校のキャンパスから東へ、約2 5トルミッドタウンには、ネブラスカ大学の医学部が置かれている。 ネブラスカ大学医療センターが立地する。同学は、特に、プライマリケアに力を入れており、US ニュースワールドレポートの医学校ランキングでは、プライマリケア部門で、全米25位内に入る評価を受けている。このほかオマハ市内には、以下の大学がキャンパスを置いている。オマハにおける K12 課ほどは、ネブラスカ州最大の学区である、オマハ公立学区をはじめ、 ウェストオマハ地区をカバーする、ウェストサイドコミュニティ学区、ミラード地区をカバーする、ミラード公立学区、およびエルクホーン地区をカバーする、エルクホーン公立学区の管轄下にある、公立学校によって、主に支えられている。また、カトリックのオマハ大使教区は、管轄区域内に、初等教育学校53校、中等教育学校17校を有し、19000人の児童、 生徒を抱えている。また、修学前教育から12年生までの一貫教育を行うネブラスカ州で唯一の私立小中高一貫校であるブラウネルタルボット校もオマハに置かれている。オマハは文化の中心地でもある。オマハの歴史的文化的名所の数々はボストングローブ市やニューヨークタイムズ市等でも取り上げられている。 ダウンタウンの南に立地するダーラム博物館は、1931年に建てられたユニオンパシフィック鉄道駅を改装し、博物館に転用したものである。道館は、古いコインや古文書、トランスミシシッピ国際博覧会に関する事物など、オマハの歴史に関する事物を常設展示している。また、道館は、スミソニアン協会の提携博物館ともなっている。 ジョスリン美術館、ジョスリン美術館は、ダウンタウン北西部、クレートン大学のキャンパスにほど近いドッジストリートとに、フォースストリートの北東角に立地している。このアールデコ様式の美術館は、オマハデザイを成したジョージ・ジョスリンの死後、未亡人皿の寄贈により、1931年に開館したものである。同館の収蔵品は、 古代から現代に至るまで1万1000点に及ぶが、その中でも特に、古代ギリシアの陶芸作品や、ルネサンスバロック期の作品、19世紀のフランスの絵画作品、印象派の作品、ネイティブアメリカンの作品、及び西部を題材とした作品に力を入れている。また、屋外の庭園では、彫刻作品を展示している。ノースダウンタウンのティーン s ストリートとマイクファイ ストリートの角には面積32,500平方フィートを誇る全米最大級の壁画であるフォータルグラウンドが描かれている。エナジーシステムズ社の建物の東側及び北側の壁面に描かれた。この壁画はフィラデルフィアの壁画家、メグサリスマンが2008年6月から1年かけて手がけたもので、オマハの過去、現在、未来が描かれている。 この壁画の制作にあたっては、キュイットサンズ社が、オマハの地域社会への還元として、その制作費を負担し、また、日本出身、オマハ在住の陶芸家、金子淳らが設立した、ベミス現代芸術センターがコンサルティングを呼び、プロジェクトマネジメントを受け負った。オマハコミュニティプレイハウスセントラルオマハのカスストリートと、ロクナインスストリートの南西角には、 オマハコミュニティプレイハウスが立地する。オマハコミュニティプレイハウスは、全米最大のコミュニティシアターである。この劇場は1924年に開場し、当時20歳で舞台に立ったヘンリー・フォンダや、ドロシー・マクガイアラを排出した。オルフェウムシアターダウンタウンのオールドマーケットの西には、1910年に建てられたオマハ最初の高層ビルである。 シティナショナルバンクビルディングの1階には、オルフェウムシアターが立地する。この劇場は、もともとは1927年にこのビルに入った、ボードビル用の劇場であった。現在では、この劇場は、オペラオマハの本拠地になっている。シティナショナルバンクビルディング及びオルフェウムシアターは、1973年に、国家歴史登録罪に登録された。 ホランドパフォーミングアーツセンターこのオルフェウムシアターから北東へ3ブロック、ジーン・レイヒー・モールの北側には近代的なホランドパフォーミングアーツセンターが立地している。同センターは2000席のコンサートホール、400席のコンサートホール、及び1000人まで収容可能な中庭を備えている。オマハのオーケストラ、オマハ交響楽団は このホランドパフォーミングアーツセンターを本拠地としている。歴史的には前述の通り、1920年代頃以降、特にアフリカ系住民の多かったノースオマハを中心に、オマハは R&B やジャズといった黒人音楽の中心地となっていた。アナメ・ウィンバーン率いるコットンクラブ・ボーイズやロイド・ハンター率いるセレネーダーズと音楽的影響を与えた。 ビッグバンドが生まれ、また、後に、ロックンロールの先駆けとなり、エルビス・プレスリーにも影響を与えたワイノニー、ハリス、ジャズのアルトサックスの大御所プレストン・ラブ、ドラマーのバディ・マイルズや、ルイージ・ウェイツといったミュージシャンを輩出した。TD ・アメリトレード・パーク、オマハオマハには北米4位大プロスポーツリーグの、チームこそ置かれていないものの、カブリーグ等のチームはいくつか置かれている。 野球のオマハストームチーサーズは、カンザスシティロイヤルズ参加の、トリプル a 級マイナーリーグのチームで、トリプル a イーストに所属している。ランジェリーフットボールのオマハハートは、2013年のエクスパンションで創設されたチームである。アイスホッケーのオマハランサーズは、ジュニアアイスホッケーリーグとしては最高峰の、ユナイテッドステーツホッケーリーグに所属しており、クラークカップを7度制し、 NHL にも、選手を輩出してきた競合である。また、過去には、1972、73年から1974、75年の3シーズン、カンザスシティオマハ・キングスが、カンザスシティオマハ漁師を本拠地としてきた。しかし、オマハはこれらのスポーツチーム以上に、毎年6月に行われる、カレッジワールドシリーズの開催地として知られている。 n c a a の野球の決勝トーナメントである、この大会は、第4回大会である1950年からオマハで、行われている。この大会は2010年までは、オマハ市立スタジアムで、2011年からは、ノースダウンタウンに新たに完成した TD、アメリトレードパークオマハで行われている。また、TD アメリトレードパークオマハは、 クレートン大学ブルージェイズの野球チームの本拠地にもなっている。また、2008年、2012年、及び2016年のオリンピック競泳アメリカ合衆国代表選考会はセンチュリーリンクセンターオマハで行われた。この多目的アリーナはクレートン大学ブルージェイズの男子バスケットボールチームの本拠地にもなっているほか、コンサートや バークシャーハサウェイの株主総会にも使われている。ヘンリー・ドーリー動物園の砂漠ドームサウスオナハに立地するヘンリー・ドーリー動物園は世界でも有数の動物園である。1894年にリバービューパーク動物園として開園した動園はワールド出版社長であったヘンリー・ドーリーの死後。 1963年に未亡人マーガレットから75万ドルの寄付を得て、その翌々年、1965年に創設したオマハ動物学協会の管理下に入ってから拡大を続け、現在の姿に立っている。130エーカーの園内は、アフリカ大陸の草原、マダガスカル島、オランウータンの森、ゴリラの谷など、10以上のテーマに分かれているが、中でも、 砂漠ドームと熱帯雨林については屋内の模擬環境としては北米最大級である。また園内には水族館やアイマックスシアターも併設されている。また園東部のラグーンでは1970年代にオマハの姉妹都市である静岡市から送られた稚魚から成長、繁殖したニシキゴイが飼育されている。このヘンリー・ドーリー動物園から アイマイナス80を挟んで北東には、ローリッツェンガーデンズという植物園が立地している。100エーカーの園内には、バラ園、ボタン園、ハーブ園、野鳥のサンクチュアリ、温室等が設けられている。また、園内では2005年より、日本庭園の増園が進められており、寸布縄門や高さ377.6インチの、富士山のレプリカが第一フェーズとして完成した。 2016年、静岡市は、オマハとの姉妹として計50周年を記念して、この日本庭園の敷地内に、日本の伝統建築様式を用いた、スンプジャヤを設置した。また、道園には、ユニオンパシフィック鉄道が、オマハや、西部の発展に果たした役割を伝える、ケネフィックパークが隣接している。 ゴラッツのティーボーンステーキ1880年代にユニオンストックヤードが設けられてから生肉業で発展し1950年代後半の一時期にはシカゴをしのいで全米最大の生肉業の中心地にまでなったオマハの名物料理はビーフステーキであるオマハには数多くのステーキハウスがあるが中でもミッドタウン南部で1944年に創業し サーロインとテンダーロインの二つの部位がついた骨付き肉を焼いたティーボーンステーキを看板メニューとするゴラッツはウォーレン・バフェットの最もお気に入りのステーキハウスとして知られている。ルーベン・サンドの起源には諸説あるが、そのうちの一つは1925年にオマハの食料卸商人ルーベン・クラコフスキーが発明したというものである。やがて、 クラコフスキーのポーカー仲間で、市内のブラックストーンホテルのオーナーである、チャールズ・シンメルが、ホテルのメニューにこのルーベンサンドを加えた。その後、1956年に、市内のローズボールレストランのシェフ、ファーン・スナイダーが、全米サンドイッチアイディアコンテストに、ライ、麦パンにコンビーフ、ザワークラウト、およびスイスチーズを挟んだ、このルーベンサンドを出品し、大賞を受賞した。 すると、ルーベンサンドは一躍全米にその名を知られるようになった、という。聖セ,セシリア大聖堂ウィンタークォーターズネブラスカ人、オマハにはその歴史的遺産を反映した、様々な宗教が存在する。キリスト教は、死死初期の1856年に、カトリックが、聖メアリーズ教会を建てて、以来、死の至るところに教会を建ててきた。 1846年にこの地に宗教都市を作ったモルモン教はネブラスカ州唯一の寺院であるウィンタークォーターズ、ネブラスカ寺院をノースオマハのフローレンス地区に置いている。ユダヤ系は1856年にその多くが商人や実業家として入植し、その初期から正当派と改革派が共に強力な改修をこの地に確立しようとして活動しており、 現在でも市内にいくつかのシナゴーグを置いている。カトリックのオマハ大司教区はミッドタウンに立地する聖セ,セシリア大聖堂を司教座聖堂としている。このスペインルネサンス様式の大聖堂は1905年に建てられたもので1979年に国家歴史登録財に登録されている。同教区は1885年にネブラスカ州を呼び、 ワイオミング巡州を管轄するオマハ市教区として創設されたが、その後シャイアン、リンカーン、カーニー各市教区に分割され、それ以後は1945年の広塚佐教区、昇格後も含めて、州東部のプラット川ワ北を管轄区域としている。また、同教区は広塚佐教区として、教会管区を兼ねており、プラット川ワ南を管轄するリンカーン市教区、 および、州西部、中部のプラット川井北を管轄する、グランドアイランド市教区を統括している。オマハの都市圏、および、広域都市圏を形成する、各軍の人口は以下の通りである以下に、オマハ市における1860年から2020年までの人口推移をグラフ及び表で示す。2015年、静岡市との姉妹都市提計50周年を記念して、オマハが、 同志に送った統制の狸像を、同志する学の日本平動物園に設置、金子純作、ありがとうございます。